これもスプラーパンガチャやろ。狼ガチャでした。全然出ねえ。ん？ちょっと待って。あれ？なんか背景にいないか？ちょっと目こすってみたけど今。あれ？背景とかしたスプレーアラパがいますね。すっげえ存在か。こっち見んな。あ、お家系カレーならば、ソースさん、前澤の男、あっても、ともとでーす。はい、そんな、松田の相方がですね、今回やらせてたんですけども、皆さん、クアルンガチャって闇じゃん。わかる？金キャラさ、無料のほぼ手に入んないし、しかもあの金キャラ使ってもいいのは出るとは限らないし、しかも金枠ってさ、もう、金キャラしか出ないじゃん。つまり、金こそが全てなわけよ。金こそが正義。金 is justice。いるんだよな、こんな人間。でも、そんな運営が心を入れ替えました。映画版ジャイアン。普段ゴミなのに映画になると頼りになるやつは？そう、青チキでなんとガ、そう、なんと青チキでガチが引けるようになりました。びっくりだよね。これです。紛れもないこれです。君つぶしがこんなに公に出て大丈夫なのか？まあ、これで青チキが引けるらしいから、ちょ、引けるらしいんだけどさ、これ。ちょ、つまりどういうことだったのこれ。要は、どういうことだったのこれ。は、え？これは、何をされてる方なのこれ。この子たちは何をされてる方なの？知らんアイテムで埋め尽くされてるんやけど。これしか出ない地獄のガチャ。あ、交換しょっぱな。そういうことか。さっきのアイテムここで交換できるわけですね。なるほどね。金枠？青チキで金枠？マジ言ってんの？え？ごめん、俺嘘だと思ってた。ほんとなんや。いかれてやがるぜ。頭がパーンよ。パーンってありましたね。久本雅美もびっくり。狼来たぞ！うん。あ、カボチャ！お、お？なんか今、一瞬普通のパラシュートが見えましたね。お、えっ、えっ、喉バカつら。ごめん今、一回目で A で終わると思ったけどこれ。二段階で来ると思わなかったこれ。一回目でもう A のボリューム間違えてるわ。もう喉痛めましたね。ご視聴ありがとうございました。そんな感じでした。フルになるとボーナスゲットだ。なるほど。チンコ出す前に買えばかろうね。おう、これか。おい、はははは。2万6000以上チケット。この花すべてのチケットを手に入れた男、ゴールドローじゃね。どれくらい交換しようかな。はい。4499度。はい、ありがとうございました。はい。絶対にこんなにいら。というわけで今回の説はこちら。交換ショップの全部を交換する。決勝します。あいつら全部手に入れてるぜ、俺は。見とけ、見とけ、見とけ。おっしゃ、おい。おー、あー、全部体型か。なんかめちゃくちゃ揺れてたね。どんどん引いていくよ。置いてくぜ、もともと知った。全部こんな感じですかね。とりあえず、色違いのカード、あいつが出るまでスキップらしていこう。俺はもう地獄見そうですね、早速。まあ。地獄。ちょ、もうええて。もうナダルのモノマネ封印していこう。もうええて。しゃ、来い。もう、デスサイズを囲むかい。デスサイズいじめられてますね。助けてあげましょう。おぉ。デスサイズの反撃。反撃の巨人。ありがとうございます。おぉ。すまる食ってそるやつがおるだ。しゃ、来い。うん、え？は？スプレーアルバー来たー！世界唯一スプレーアルバから復刻を喜ぶ男、どうもコメントロです。確率を俺が見たら幻しちゃったかもしれないしな。お、いるわ。おい国際子供の日専属スプレーアルバかと。なるほど、子供の日関係ねえけどな。俺も毎日のように出てたけどこの子 0.9% 0.9% スプレーアルバかよ。これもスプレーアルバかガチャやろ。狼ガチャでした。全然出ねえ。ん？ちょっと待って。あれ？なんか背景にいないか？背景とかしたスプレーアラパがいますね。すっげえ存在か。こっち見んな。オーケー！何がオッケーなんや。はあ、もうこれ。おっしゃおい！スプレーアラパか。このスプレーアラパが回収ガチャですね。俺が今まで手に入れてなかった分全部出ますね。もう手に入れてなかったスプレーアラパが全部回収する日になります、今日は。国際子供の日じゃありません。スプレーアラパの日となります。地獄かな？ちょっと待って、何これ、大佐と歌手スプラルバ書いたけど今。0.4%! それで出ないとかマジで？
マジ今思ったけどガチャ演出ってこれダダダってのうるせえこれダダダダ天使な。あーしゃおれこれ妖精足りねえんじゃね。あーしゃこわーやってきたー。ありがとうございます。これ無理だろ。これちょっと待ってだいぶかかったぞこれ今。これが出る前俺だいぶかかっちまったけどなあ結構厳しいと思うよ。マジ全然出ねえな。おーただ行くぜ行くぜ行くぜ。おいドラゴンブラッドのガメハネ一番いいソビエトのウルトラドラゴンのあいつじゃん。へえスプレーがスプレーが侵食してきましたね。おっとスプレーアルパカ囲まれるアルパカかわいそうに二度と出んねよ。なんか全然出へんねんけど、もう交換できんじゃねえのこれ。俺見逃してねえか。あ、できるわ。全然できるじゃねえかよ。なんだこれ。いつの間に出たんだよな。はい、どっちのジャングルしようかな。どっちもしよう。こっちにしよう。あれだぜ。こんだけ引いて、ここまで集めるのに5分かかりましたと。皆さんが静かになるまで5分かかりましたと。クソ教師の殿下の宝刀が出たところで、はい、これですね。まさにこれです。これというこれです。これをもらいましたと。こっからまだ集めなきゃいけないもんいっぱいあるのに。あと4000はどれぐらいかかるんだろうな。もう全然動きが一緒かな。あとなんか空間式じゃなくて、これで金星だけだったもんね。おら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 おマジか。こんだけ喋り倒して3909。頭おかしだろこれ。まともな精神してたらもうここで精神崩壊してるわ。お、こんだけ引いて1かよ。アルパカも何体出てるか見てみようか。一体何体出てるでしょうか。元が知らねえからこっから何体出るか試そう。おわ、ちょうどいいね。キリがいい500。500体持ってますな、俺。あれちょっと待って。アルパカ消えてないこれ。このアルパカ消えるよ。アルパカ背景していこうか。こんなもんやっていくしか、おぉ、ぶち切れ。グロ画像。もうさすがやめたくなっとるわ、今。もう人間やめたく、充電しろ、大器。やべえ、10% 耐えれるかな。残り4000だぞ。4000連、耐えれるんか、これ。きつすぎる。あ、1400まで来た。でも出る出ない前に4000連がきついわ。もう高速タップで削っていこう。高橋名人みたいに。超絶連だよ。もう指が弾け飛んでもいい。デグ見てみよう。指先にワンファーオール貯めていこうぜ。はぁ、あ、あれからどんだけ時間が経ったのこれ。スマホの右下タップするマシだったら俺はなあ、みんな信じれるか。40分ガチャ引いてんだぞ俺。右腕がゴリゴリになっちゃうよ。おかしくなっちゃうよ。右腕特化系 YouTuber な。右腕特化系チャンネル。街中の右腕が異常に発達してる人がいたらそれ多分僕です。声をかけてください。もうガチャで一喜一憂する時代も終わりですけど、ありがとうございました。これから右下連打の時代よ。いかに終わった。ありがとうございます。出た。どれくらい出たんだろうね。やっと達成かよ。完全ガチャでセンター飾るスプラルバが初めて見た。今見るとおかしいわ。なんでお前が目玉やねん。もう大事になること言って知ってるわ。こんな大事なスプラルパカを初めて見るわ。は ?26? 4400で引いたの 26? あ、つまり何パーセントだ。つまり何パーセントだ。これも効果できるからもっと増えろ、これ。変わらず26です。詐欺ですかね。あ、詐欺じゃなかった。増えましたね。4400連引いて40と。つまり100引けばあれだ。1万も出るんや。油さっきの26だと確率計算できんかったけど。これならいけるわ。あれだっすね。じゃあ全部交換できるか見ていこうか。これで最後、ありがとうございます。へそのお。ヘストロぶった切っとるわ。怖っ。
すげえな、自我が強い赤ちゃんが生まれてきた。おお、もう片手に怒り持ってるのはすげえ赤ちゃんだな。これ、ゼフみたいな足切らないかな。さあ、残りは残り20だろ。あ、もう、くそほど残ってるわ。なんで俺2万6000枚もぶち込んだんだよ。バカかな。もう腹立つからもうダイエットぶち込もうかな。はい、8000ですね。ありがとうございました。40分で4000連なんで、これでも8000は1時間20分かかりますね。しかも、すでに40分引いたので、ガッツだけで計2時間引き続けるようになりますね。飛ぶぞ。まあ、もちろんやらないんだけどね。さすが2時間ガチャ引いたらもう精神病と申してくれ。アルパカなんぼじゃい。もう160枚と。ここだけで160体のアルパカを回収いたしました。隊長、アルパカ160枚回収いたしました。なるほど、シベリア送りだ。こんな自信満々のかな。まあ、20枚くらい全部揃えられたんで、まあ、レベル3衣装チケット1万2000枚くらい、まあ、変換すればいけるかな。なので2万6000枚もぶち込むやつはバカと。計画的に公開してください。計画表、計画的にやってね。以上、コメントでした。チャンネル登録者、ツイッターでした。ご視聴ありがとうございました。ツイッターで結果を参考にしたので、ぜひツイッターでご視聴くださいね。